森の入り口に到着したんですね。そしたらセミのお兄さん自転車を降りながらみんなの方をプッと振り返ってね、ここから森に入るけどここはやばいところだから絶対に一人で行動しちゃダメだからなって言ってた。っていうのもそこの山には有名な噂があって、それみんな知ってたんですよ。でそれどんな噂かっていうと首なし地蔵の噂だったんですね。でその森の中の道をずっと進んでいくと首なし地蔵があって、でなんで首なしになってしまったかというと、ある時酔っ払ったサラリーマンが森の中を通り抜けようとしてそのお地蔵さんの横を通ったんですけども、そのお地蔵さんの首を蹴り倒しちゃったと。その結果そのサラリーマンのお地蔵さんの呪いのせいで一家全員が火事で死んだっていう、まあ噂話だったんですね。でさらに尾ひれがついたかのように今でも首なし地蔵の前を通ると首をよこせ首をよこせ、不気味な声が聞こえてくる。でこの話はね彼らもそうだし隣町の子供たちも親たちも先生たちもみんな知ってたんですよ。そしたら一緒に来ていた隣町の K っていう少年が、でも俺ここ毎日通ってるけどそんな声聞いたことないぜって言い出したんです。あ、 K 曰く首なし地蔵自体は見たことがないんだけども、そこを通っていて変な怪異に会ったことはないんだけど、まあ、そう K は言ったんですけども実際ね気になるじゃないですか。なんで子供たちは見てみたい行ってみようよってなって、いつしかその首なし地蔵を見に行こうっていう話になったんです。でみんなねそのセミのお兄さんを先頭に森の中をテクテクテクと歩いているんですよ。でちょうどね日が暮れかけてたんでオレンジ色の夕日が木の葉っぱの間から木漏れ日のようにさーっと差し込んで、まあ、非常に幻想的で綺麗な風景だったんです。で道をだいぶ進んでいったところでまだ首なし地蔵が見えてきたわけじゃなかったんですけども、急にセミのお兄さんが、あ、悪いちょっと正面って言って木陰の方に入っていっちゃったんです。でみんな待っててって言われたもんだから子供たちみんな待ってたんですけども全然出てこないですよ。あれセミのお兄さん遅いなって言ってると5分くらい経ってからセミのお兄さんが入っていった茂みの方からカサ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 って音がして、ふっとこっち見ると人が出てきたんです。でもこれセミのお兄さんじゃないんですよ、見たことがない小柄なおじいさんなんです。でもそのおじいさんね、あからさまに様子がおかしくて、どういう状態だったかっていうと目をガッて開いて、で両方の目をまるで昆虫かのようにギョロ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 ずーっと動かしてるんですよ。その動かし方がもう気持ちが悪いっていうのを通り越して異常な人だっていうのが分かったんですね。だから子供たち一瞬固まったんだけど一人がやべえ逃げろって言い出したらみんなうわーって元来た道を走ってたんです。で一生懸命で走って逃げていたら、走って逃げているこの道の脇の茂みの先に何かがちらって見えたんです。え、なんだろうって思ってそっちの方を見たら茂みの奥の方から何かがこっちに向かってスーッてやってくるんです。なんだって目を凝らすとだん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 茂みのところからふわーって出てきたんです。で何かっていうと足が上にあって頭が地面スレスレのところにある逆さまの男だったんです。逆立ちをしているわけじゃないんです。頭のてっぺんが地面からスレスレのところに浮いてるんですよ。そして完全に逆さまの状態でこっちに向かってスス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 スってくるんです。しかも顔は向こう側を向いてるんでこっちに見えてるのは後頭部だからどんな人物か顔は分かんない。だけどもスス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 って近づいてくるんです。そして近づいてくるとその逆さまの男の体に触れてるわけでもないのにパキ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 で葉っぱとか枝が折れる音が聞こえてきて、で上の方からもパキで葉っぱとか枝が落ちてくるんです。で茂みから出てきてもう道のとこまでやってくるっていうタイミングでキーンって変な耳鳴りがして、その耳鳴りを合図にうわー
って絶叫して森の中をうわーって走ってたんですよ。でそのタイミングで一緒に走って逃げてきた何人かとチリジリになったんですけども、なんとか彼は森の入り口のとこまで戻ってきてで息をつきながら周りを見ると、もう最初いた10人以上のメンバーのうち半分ぐらい走ってたんですね。でセミのお兄さんもいないし、隣町の小学生のケイもいないんですよ。どうしようってなったんですけども、もう夕日もかなり落ちてきてて暗くなってきてる時間帯なんですね。その状態でもう一回森に入ってみんなを探すなんて勇気は当然なかったんです。だからとにかく家に帰って親に話そうっていう話になって、バーって自転車こいでみんなで帰って親に話してから警察の捜索が始まったんです。まあその日そんなことがあったもんだから、家に帰って泣きついてるとお母さんからは大丈夫よ、友達もセミのお兄さんもちゃんと家族の人が助けてくれるから大丈夫よって言ってくれて、まあ自分もちょっとね安心して自分の部屋に入ってゆっくりしたんですけども、ただまあ寝れないんですよ。なぜならあの森の中で見た異常なおじいさんと逆さまの男、あれがもう頭に浮かんで眠れないんです全然。眠れないなって思っていたんですけども、その時にふっとね気がついてしまったんですよ。あるあの逆さまの男似てたんですよ、セミのお兄さん。顔は見えてないんですよ、顔は見えてないんですけども、体格とか後頭部の雰囲気、髪の毛の量とか、あとは服装、今思うとあの逆さまの男ってセミのお兄さんなんじゃないかって思ったそうです。そんな風にその日の晩は悶々と過ごしたんですけども、翌日学校に行ってみると、昨日はぐれたメンバーも学校に来ていてほっとしたんですよ。ただ隣町の小学生の K とセミのお兄さんの2人だけはそれ以来行方不明になってしまったそうです。ちなみにその2人を捜索している最中、警察の方とかは首なし地蔵の方に行ったらしいです。で首なし地蔵の裏に大きな穴が開いてるのを発見して、でそこを覗き込んでみたら、その穴の中には何十枚にも及ぶ大量の赤い頭巾が放り込まれていて、その赤い頭巾に埋もれるかのようにして小柄な老人のフラン死体が見つかったらしいんですよ。でそれを聞いてね、あの時セミのお兄さんと入れ替わりに茂みの方から出てきたあのギョロギョロとした目のおじいさん、あのおじいさんのことを思い出してくれた。まあ、でも結局ね、そのおじいさんのフラン死体は見つかったんですけども、 K とセミのお兄さんについては見つからなくて月日が経ってたんですよ。やっぱりね、親からも言われるし自分も怖いから、もう二度とあの隣町の団地の山の方には近づかなかったらしいです。でいつしか首なし児童のこととかセミのお兄さん K のことも忘れていたそうです。それから10年ちょっとが経って、就職を機にそこの地元から離れていた彼も同窓会で久しぶりに戻ってきたんです。でその時たまたま隣の席に当時あの小学生の時に一緒にあの団地の山に行った友達がいたんですよ。そしたらその友達が衝撃の事実を話してくれたそうです。なんと K が見つかったって言うんですよ。でいつ見つかったかというと、彼が就職でその地元を離れてから間もなくなったそうです。その K の家、 K は行方不明になってるんですけども、 K の家族はそのまま住んでたんですよね。その K の家が火事になって全焼しちゃったんですね。で K の家族全員遺体で見つかるっていう痛ましい事故が起こったんですよ。でこれも不思議な話なんですけども、その家の床下から白骨化した別の遺体が見つかったんです。その遺体が K だったらしいんですね。でもおかしいんですよね。だって K のことをみんな探してたんですよ。 K の家族も必死になって探してたの知ってるんですよみんな。その K の家の床下から K の遺体が見つかるってありえないんですよね。しかも床下から見つかった K の遺体のところにはあの首なし地蔵の裏の大きな穴のところにあった真っ赤な頭巾が同じものが何十枚も入ったそうです。しかもその K の遺体が見つかったことがきっかけでセミのお兄さんの捜索も再開されたんですね。し
したらなんとあの団地の山の奥、首なし地蔵のところの脇から伸びた小道の先に小さな祠があるらしいんですけど、その祠のところの裏側、草むらになってるんですね。草むらのところからセミのお兄さんの遺体が見つかったそうです。ただまあそのセミのお兄さんの遺体がどういう状況だったかはわからないです。まあ、そんなことがあったっていう話なんですけども、彼は改めてもう二度とあの熊の地蔵には近づかないようにしようって言ってそうです。ちなみにこれはね、関連性があるかは全く分かんないですけども、 K とセミのお兄さんの遺体が見つかった頃から時々なぜかその首なし地蔵あたりで自殺者が出たそうです。これとある男性の方が中学2年生の時に体験した話になるんですけども、その彼結構内向的であんまり友達もいなかったらしいんですよ。で部活も何も入ってなくて、まあ、いわゆる帰宅部だったんですけども、なんでその日もね、学校の授業が終わったらすぐ帰ろうとしていたんですよ。で自分の下駄箱をパッて開いて見てみると中に何かが入ってるんですよ。でそれが親指サイズくらいのカエルのキーホルダーだったんですよね。よく女の子が筆箱とかにつけていそうな可愛らしいデフォルメしたねカエルのキャラクターみたいな、そういうキーホルダーなんですけども、まあ、少なくとも自分が使ってるものではないんです。あれこれ誰だったのっていうふうには思ったんですけども、特定しようがないのでまあいいやって思って、それを自分のポケットに突っ込んで家に帰ってくる。そして翌日、まあ、いつものように朝登校してきて、で自分の下駄箱をガチャって開けると中に手紙が入ってるんですよ。あれと思って見てみると、で封筒がね、なんか可愛らしい薄ピンクの桜模様の封筒で、あれもしかして女の子からの手紙かな、えって、まあ、ちょっとね心なしかテンションが上がったので、ただなんか誰かにバレるのが嫌だったからさってポケットに突っ込んで、で教室に向かったんです。その日はねもう手紙のことで頭がいっぱいだったんですけども、ただ教室内でね開くとバレてみんなにいじられる可能性もあったから、まあ、とにかく放課後になってから見ようと思ったんです。ただまあね、ちょっとまあそわそわしていたっていうのがあってね、彼その日掃除当番だったんですけども、掃除当番中ちょっと舞い上がってね、周りを見ずにほうきをめっちゃ吐いてたんです。そしたら同じ掃除当番の同じクラスの男子生徒にぶつかっちゃったんですよね。で、あ、ごめんって言ったんですけども、二人揃って倒れちゃって、でその時に彼はハッとしたんですね。自分のポケットからあの手紙が落ちちゃってるかもしれない、バレたら大変だと思って、慌てて自分のポケットに手を突っ込んで手紙が入ってるのを確認してね、あ、よかったと思って、そこからポッて抜いた時に、まあ不幸なことにね、その手紙が出ちゃったんですよ、外に。まあ、そしたら当然、まあ、バレちゃったんですよね。おい、なんだよこの手紙っていうクラスメートに拾われて、おいおい、お前告白でもすんのかよって言われたんですね。どうやら、まあ、彼がもらった手紙じゃなくて彼が書いた手紙だと思われたんですね。でそのクラスメートがニヤニヤしながら封筒から完全に便箋を取り出して、何何って言いながら開いたんです。そしたら開いた瞬間にちょっと顔が真顔になったと思ったら、まあ汚い話ですけどいきなりゲロ吐いたんです。うわー、なんだよあいつ吐いたよってクラスは騒然となって、すぐに先生がやってきて、どうしたのって言ってくるんです。そしたらまあ周りで見ていたね女子生徒が、〇〇くんがこの手紙を読んだら急に吐いてって、まあ、説明して、そしたら先生がその手紙をパッと取り上げて見た瞬間に顔色変わって、誰だこんなふざけた手紙を作ったのはって怒ってくる。えってびっくりして、彼は見せてくださいって手紙を見せてもらったんですよ。そしたらその手紙便箋開くと中に何も文字書かれてないんです。真ん中に大きく変に歪んだ気持ちの悪い男の子の絵が描かれてるんです。でその右下にはなんか黒いものがべちゃって貼り付けられてるんですけども、よーく見たらね、ぺちゃんこに潰されたゴキブリの死骸だったんです。それが押し花みたいにペタンって貼り付けられたんです。えってびっくりしちゃったんですけども、この手紙誰のやつだって先生が言ったのに対して周りの生徒たちがみんなあいつだって言うさしちゃったもんだから、その後呼び出しを食らっちゃったんですよ。で職員室に行って、お前何だったあんな手紙持ってたんだっていう風に言われたから、素直にね、
いやこれ違うんですよ、朝学校にやってきたら下駄箱の中に手紙が入ってて、で誰が入れたのか分かんなかったんですけど、それを持ってただけです。で彼は必死に説明したんですよ、まあ、そしたら先生も信じてくれて、じゃあ誰がやったんだろうなみたいな話になって、まあ、結局その事件に関しては迷宮入りしたらしいんですよ。ただその日を境に嫌がらせめいたことっていうのが続いたらしいんですよ。最初こそね、例えば学校の、まあ、下駄箱にまたね、なんかゴミとか入れたりとか、ちょっとまあいじめに近いような嫌がらせなんですよね、で、なんか例えば机になんか変な落書き書かれてたりとか、まあ、そういうことが続いたんですけども、だんだんその規模が大きくなっていって、例えば通学中によそ見してるときに、なんか泥団子みたいなやつ投げられてたりとか、あるいはもっとひどくなっちゃって、自分の自宅の彼2階に自分の部屋があるんですけども、その部屋の脇に、ね、ベランダがあるんですよ。そのベランダのところに外から猫の死骸をバンって投げ込まれたりとか、本当にもういじめっていうレベルのことがエスカレートしてどんどん起こるようになってたんですよ。で彼ね、もともとそんなにメンタルが強いタイプではなかったんで、余計ね、まあ、それで精神的に不安定になっちゃって、で学校を休みがちになっちゃったらしいんですよ。でそんなある日のこと、まあ多分ね、精神的なことも関係してるとは思うんですけども、その日彼ちょっと熱を出しちゃって家で寝込んだんです。で家族はみんな出かけていって家には一人だったんですね。で一人で自分の部屋で寝ていると、なんか遠くから音が聞こえるんですよ。それがね、おいおいみたいな、叫ぶ声みたいな、まあなんか声が聞こえるんですよ。誰か外で呼んでるのかななんていうふうに思ったんですけども、それがだんだんこっちに近づいてくるんですよ。しかも尋常じゃないスピードで近づいてくるんですよ。おい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 、うわっと思って耳を塞いだんですよ。で耳を塞いだ瞬間にその音がピタッとってやんだ。何だったんだろう今の。あ、そう思いながら彼は恐る恐る耳から手をどけた瞬間に耳元でおーい、大きな声が聞こえてそのまま気絶してしまったそうです。はっって気がつくと目の前でお母さんが涙を流しながら大丈夫大丈夫って自分のことを揺さぶって、でもう限界が来たので、それまではお母さんにも全然話をしなかったんですけども、おかしなことがあってもう限界だと、まあ、そういう話をしたと思うんです。それにね、今あった出来事というのも説明がつかなくて、起こった出来事を説明したら霊媒師を呼ぼうっていう話になったらしいんです。それから2日後そのお願いしていた霊媒師の方がやってきて、で彼の部屋を見せてくれって言うから、まあ、部屋に案内したんです。そしたらその霊媒師の方、入った瞬間に顔がクッて険しくなって、かかっていた制服のズボンのポケットにズッて手を突っ込んで、中からあのカエルのキーホルダーを取り出したんですよ。で彼はその時に、あ、そういえばカエルのキーホルダーポケットに入れっぱなしだったなっていう風に思い出したんですけども、それをチャリって見せながらね、このキーホルダーに妙な呪いみたいなものがかかっている、これが原因ですよ、でその霊媒師の方は言ったんです。って思ったんですけども、続けてこうやって言うんですよ。ただね、これおそらく私が今ここの場でこの呪いを解除した時に、呪いをかけた人物のところにその呪いが返っていくことになるよと。だから多分近いうちに目に見えて不幸な目に遭う人がいたら、おそらくその人物が呪いをかけた張本人ですが、そうとも言ったんですね。まあ、とにかくでもその日以来ピタッとおかしな出来事はなくなったそうです。ただそれから間もなく自分と同じクラスメートが次々と病気で入院したり、あるいは夜逃げ同然で転校になったり、事故に遭ったり、怪我をしたり、次から次へとみんな不幸になっていったんです。それこそクラスのうちのほとんどの人がそういう目になったそうです。ずっと実家住まいをしているある女性の方がいて、その彼女の住んでいる家の数軒先に築30年くらいの空き家があるそうです。なんでも最近そこに入居者が入ったそうなんですけども、実はその家、長い間様々なことがあった家だそうです。
というわけで、その家にまつわる話。その家の一番最初の持ち主は K さんっていう方だった。もうごくごく一般的な家庭だったそうです。家族は K さんと奥さんと、そして中学生の娘の3人暮らしだったそうです。ただそのね、中学生の娘さん、まあ、思春期の女の子っていう感じではあるんですが、ちょっと神経過敏なところがあって、よく両親と衝突してたそうです。そんな娘さんが15歳になったある夏の日のこと、その日 K さん一家は家族で出かけてたんですね。でその出先で親子喧嘩になってしまって、で娘さんだけ私もう帰るって言って家に帰ってきちゃったらしいんです。で何を思ったか、本気でそうする気がなかったのかもしれないですし、もしかすると表現のつもりだったのかもしれないですけども、娘さんね、お風呂場で自分の手首を切って自殺を図ろうとしてる。で当時はね、今のお風呂みたいにお湯を入れたら自動的に止まってお湯を沸かすのをやめてくれるシステムっていうのはなくて、まあ、いわゆるガス風呂だったんですね。だからお湯を沸かし続けたらずっと沸かし続けちゃう、まあ、そういう感じなんですよ。その結果、お父さんとお母さんが家に帰ってきた時にはお風呂場で真っ赤な湯船の中で湯だった状態で絶命している娘さんが発見されたそうです。そんなことがあったから、その家で暮らし続けるっていうのは、まあ、耐えられなかったんでしょうね。 K さんと奥さんはその後すぐに引っ越したそうです。それから間もなく今度は I さん一家が引っ越してきたそうです。で I さん一家は I さんと奥さん、そして大学生の息子さん、中学生の娘さんの4人家族だったそうです。でお兄さんである息子さんは一人暮らしをしていたので、基本的には家にはいなくて、まあ、たまの休みの時に帰ってくるっていう感じだったそうです。そして娘さんの方はというと、おとなしくて親の言うことを素直に従う従順な子だったそうです。しばらくは普通に暮らしたんですけども、娘さんが15歳になったある夏の日のこと、学校の体育の授業中に飛び箱に失敗して頭から落っこちて娘さん亡くなっちゃったんです。それからすぐ今度は愛さんの奥さんが骨肉腫、いわゆる骨のがんを患ってしまって、しかもそれが顔の部分にできちゃったんですね。なので鼻とか顔面の骨を削る手術を何度も行って、結果的に苦しみながらお母さんの方も亡くなってしまったんです。なんで結局その家に住んでるのは愛さんだけになっちゃったんですけども、愛さんはそこから引っ越すことはせず、つつましく暮らしていたそうなんですね。そんなある日のこと、愛さんの友人からの紹介で愛さんはご決算をもらうことになったんです。まあ、要するに新しい奥さんですね。で新しくやってきたそのボケさんはとても明るくて近所付き合いも上手な方だったんです。だから周りの家の人たちもみんなそのボケさんのことはよく覚えてるそうなんですけども、まあ、近所の人たちはみんな口々にいいボケさんが来たからあの家もようやく落ち着くだろうねっていう風に言っていたんですけども、ボケさんと結婚して1年も経たないうちにそのボケさんお風呂でガス中毒になって倒れてしまう。結果的に前に住んでいた K さんの娘さんの時と同じで湯船の中で湯だった状態で見つかったそうです。あまりにもそういうことが続くもんだから、近所の人たちはみんな口々にあの家に住んだ女性は全員死ぬ、もしかしたら最初に住んでいた K さんの家の娘の呪いなんじゃないかといった噂がまことしやかに囁かれるようになったそうです。ただそれからも愛さんは一人で暮らし続けて、でご家さんが来る前まではよく帰ってきていた愛さんの息子さんも、まあ、その頃にはもうほぼ家には帰ってこなくなっていたそうです。ただ愛さんはひたすらその家に一人で住み続けて、そこから20年以上の歳月が経ったんです。そしてその愛さんが年で亡くなって、その家が売り出されたのが少し前のことだったそうです。話の最初にも言ったんですけども、つい先日そこに新しい一家が引っ越してきたそうです。その新しく引っ越してきた家族はお父さん、お母さん、娘さん、息子さんの4人家族。
古くからこの町内に暮らしている人たちはみんな息を潜めて息を見守っているそうです。というのもその引っ越してきたご家族の娘さん中学生で年齢は14歳、その家に住む娘さんはみんな15歳の時に必ず死んでるんです。なのでその彼女もねどうしたらいいかわからないっていうのもあると思うんですけども、1年後どうなるのかただ見守るしかないと言ってたそうです。ある女性の方が中学生の時に経験した出来事。当時中学2年生の彼女はバスケ部に所属し日々練習に勤しんでたんですね。ところが6月頃から左足にチクリと痛みを感じるようになったんです。その時はあれまた何か怪我したかなくらいにしか思っていなかったんですね。そんなに痛みも大きくないしちょっと違和感がある程度だからと気にせずに過ごしてたんです。ですがそれから1週間が経つ頃には痛みは左足から体の上の方に上っていって、左側の腰のあたりから下が歩くのも困難なので凄まじく痛むようになってしまったんです。これはちょっとおかしいということで彼女は親に相談し病院に行ったんです。なのに原因は分からず一向に良くなる気配も困り果てていたんですね。そんな折に信心深い親戚から法人様でお祓いしてもらってはどうかというアドバイスを受け、法人様と呼ばれている神社に行くことになったそうです。ちなみにこの法人様というのは荒々しいの荒いように神様の神で法人と呼ぶ感じですね。で彼女その時にはすでに自力で歩くことが困難なことだったので、ひとまず病院で麻酔を打ってもらって、それから母親と一緒に神社に向かったそうです。神社に着くと若い男の人が出てきて対応してくれたんですね。ただその男の人、なぜか彼女と同じように左足を引きずっているんです。彼女は気になったんで、左足どうされたんですか？と聞いた。するとその男の人は、昔バイクの事故で腰の骨が折れてしまってそれ以来左半身が麻痺しているとそうなんだと思っているうちにその男の人に案内されて彼女は神社の近くの小屋へ連れて行かれたんですね。椅子に座らされて医者の問診のようにいつ頃から痛みが出ていますか、罰が当たるようなことはしましたかといった質問を事務的な対応で淡々とされたんです。で彼女が質問に答えていくとその男の人は最終的に、そうしましたらこのお札を自分の部屋の入り口の上に貼っておいてくださいって言うんですね。教師抜けした母親が、お札がしなくて大丈夫なんでしょうかと聞くと男の人はこのくらいなら大丈夫でしょうと言ってくるんです。そういうものなのかと思いながら家へ帰り自分の部屋のドアの上にもらったお札を、彼女はこれで今日は少しが痛くなることなく眠れるかなと淡い期待を寄せつつ就寝したんですね。ですが何とも言えない気持ち悪さで夜中に目を覚ましてしまったんです。足腰も相変わらず痛い。なんとか眠ろうと目を閉じてじーっとしていたんですが次の瞬間部屋のとこ階段の方から何かを引きずるような音がするんです。明らかに嫌な感じがした彼女はもともと怖がりだったこともあって恐怖のあまり布団にくるまってガタガタ震えていたんです。その何かを引きずるような音はどんどん近づいてくる。そしてピタッと彼女の部屋の前で音が止まったんです。そこで
で彼女は、あ、そうだ、今日もらったお札があるから入ってこれないんだ、うん、気がついたんですね。あーよかった、これで大丈夫だと思っていると、部屋のドアが開いたんです。うわ、なんで。彼女はもうパニックで震えて歯がカチカチ鳴るのをどうにか抑えて布団の中で息を殺していたんです。その時、布団の隙間から部屋に侵入してきたもののシルエットが見えた。窓から差し込む月明かりに照らされ、壁に映し出されたのは横顔、喉仏が出ているところから男性のように感じるんです。でも本当に隙間からちらっと見ただけだったので、それくらいのことしかわからなかったんです。すると今度は髪を破くような音が聞こえるとともに、それを口の中でと噛むような音、そして